ビンゴ、私の犬の話。ビンゴの歌。フランクリンのワンコウが牧場の木戸を飛び越えた。それでみんなが名をつけた。チビスケビンゴ、ビンゴをチビスケビンゴと皆言った。フランクリンのかみさんが栗色酒をこしらえた。すると素敵な名がついた。めったに飲めない強い酒、スティンゴー。スティンゴーは良いお酒。まったくこいつは語呂がいい。本当にいいとわしゃ思う。ジンゴー。本当にいいとわしゃ思う。1882年の11月初め、マニトーバの冬はもう始まっていた。私は朝食後の物多いひとときを、椅子の背にもたれて小屋の窓から外を眺めていた。平原の一部と牛舎の端が窓枠で切り取ったように見える。やがて私は近くの丸太の上にピンで止めてあるフランクリンのワンコウの古い歌を眺め、また窓の外へ目をやった。そうやって古い歌と牧場の風景を夢見心地で見ていたが、やがてその夢は突然打ち破られた。大きな灰色の動物が平原を猛烈な勢いで突っ切り、牛舎の中へ飛び込んだのである。そしてその動物の後ろから小さな黒白まだらの動物が火のついたように追ってきていた。狼だ。私はそう叫ぶとライフル銃をつかんで飛び出した。犬を助けようと思ったのである。しかし私が行く前に犬と狼は牛小屋から飛び出した。そして雪の上をしばらく追跡したところで、狼は再び追い詰められて犬の方へ向きを変えた。犬はうちの近所のコリーだったが、早速狼の周囲をぐるぐる回りながら噛みつくチャンスを狙い始めた。私は遠くから2発ぶっ放したが、それは結局犬と狼をもう一度平原へ追い出すことになっただけだった。2匹は平原を駆け出したが、その勇敢な犬はやがて狼に追いついて相手の尻に噛みついた。しかし狼が振り向いて噛みつく前に、犬は勢いよく飛び離れて相手の牙をかわした。犬と狼はそこでまた向かい合い、互いに睨み合ったが、すぐにまた狼が走り出し、雪の平原に全速力の追撃戦が展開された。こんなことが100メートルぐらいごとに繰り返された。追跡が始まるたびに、犬は狼を人家の方へ追い立てようとし、一方、狼は逆に東の方の遠くに黒い帯のように見える森へ逃げ込もうと争った。犬と狼は戦ったり追ったりを1キロ半ほども続け、そのうちに私はやっと2頭に追いついた。犬は私の姿を見て勇み立ち、一気に相手を倒そうと狼に詰め寄っていった。狼と犬はすぐに組み合って2、3秒激しく揉み合った。そのうちに狼は仰向けに組み敷かれ、チミドルのコリーは相手の喉にがっぷり噛みついた。こうなればあとは簡単だった。私はすぐそばへ踏み込み、狼の頭へ一発打ち込んで激しい闘争にとどめを刺した。それからこのよく息の続いた犬は、相手が死んだことがわかるともう狼の方など振り向いてみようともしなかった。そしてすぐに雪の原野を突っ切って6キロ半の道のりを自分の家へ一直線に帰っていったのである。そこには自分の主人が待っている。狼を追っかけ出したのもその家からだったのだ。全く素晴らしい犬だった。おそらく私がいなくてもその犬は自分の力だけで狼を殺したに違いない。私はそのコリーが今までにも狼を何頭も倒したことを知った。狼はいずれも小型の平原種のものだというが、それでもそのコリーよりはずっと大きな体をしている。
私はその犬の素晴らしい働きにすっかり心を奪われ、早速金に糸目をつけないでその犬を買い取ろうと交渉に出かけた。しかし犬の持ち主は私をバカにしたように言った。あいつの子を一匹買ったらどうかね。その勇敢なコリーはフランクという名前だった。とにかくその犬は売らないというので、私としては事前の策としてフランクの子犬で我慢するより仕方がなかった。だがフランクはオスだったから、結局フランクの妻になっていたメス犬の子ということだった。その勇敢な父親の子は真っ黒な毛皮のコロコロした子犬だったが、子犬というよりは尾の長い熊の子という方がいいような感じだった。だがその子犬はところどころに父親の毛皮に似た黄褐色の斑紋があった。それはいかにも将来その子犬が素晴らしい犬になるという保証のように思われた。さらにその子犬には口の周りにとても目立つ白い輪があった。こうしてその子犬を手に入れると、次の仕事はその子犬に名前をつけてやることだった。だがこの厄介な問題はもうとっくに片付いていた。私がこの犬と知り合う前に、私のうちにはフランクリンのワンコーの歌が眠っていた。それで適当なシャレッケも手伝い、我らはそのワンコーをチビスケビンゴと名付けたりということになったのである。2. その冬の残りをビンゴは私たちの小屋で暮らした。そのコロコロ太って不器用で気がよくいたずら好きな子犬だった。毎日餌をむさぼるように食べ、日ごとに大きく不格好になっていった。どんなひどい目にあってもビンゴにはネズミの罠に花を突っ込むと危ないのだということがわからなかった。猫と仲良くなろうと一生懸命近づいていくが、ビンゴの気持ちはいつも誤解され、ビンゴと猫の間には最後まで武装中立の状態が続いた。もっとも時には中立でなく恐怖次第を出現することもあった。ビンゴは早くから独立精神を発揮した。そして私たちの小屋から出て納屋で眠るようになり、猫との関係もそれで消滅することになった。春が来ると私はいよいよビンゴに厳格な訓練を施すことにした。私もビンゴも共に数々の苦労に耐え、やっとビンゴは一つ用を足せるようになった。それは私の命令を聞いて柵のない平原に放牧してある黄色い年寄りの雌牛を探しに行くことだった。ビンゴは一旦その仕事を覚えるとすぐに牛を探しに行くことが大好きになった。とにかく雌牛を連れてこいという命令ほどビンゴを喜ばすものはなくなったのである。ビンゴは命令を聞くと猛烈な勢いで平原へ飛び出していく。そして嬉しそうに吠えながらぴょんぴょんと空中に跳ね上がって四方を見回す。獲物はどこかと探すための跳躍なのだ。やがていくらも立たずにビンゴはすごい勢いで駆ける雌牛を先に立てて駆け戻ってくる。そして牛が小屋の一番奥へ駆け込んでブーブー文句を言うまで休みなく追い立てるのだった。ビンゴがもう少し穏やかにやってくれればもっとよかったが、とにかく私たちはしばらく様子を見ることにした。雌牛を連れ戻すのは1日に2回だったが、ビンゴはこの日に2回の狩りが大好きになってしまった。そしてしまいには私が何も言わないのに勝手に草原へ出かけていき、ばあさん牛を連れてくるようになった。それも1日に1回や2回はいい方で、ついには1日に十数回になった。
とにかくビンゴは自分の責任において何回となくエネルギッシュな牛狩りに出かけていき、その度に間違いなく雌牛を連れてきて小屋の中へ追い込むのだった。やがて事態はついに楽観を許さぬものになった。ビンゴはちょっと運動したくなったり、2、3分暇ができたりすると、すぐに平原へ飛び出していった。そればかりか、しまいにはふと思いついただけで、早速出かけていき、2、3分もすると、もう全速力でかける雌牛を先に立てて帰ってくるようになった。はじめのうちは、これもさほどまずいこととは思わなかった。とにかく雌牛があまり遠くへ行きすぎなくてちょうどよかったのである。だがすぐにそれが牛の食を妨げるものだということが分かった。雌牛はだんだん痩せて乳を少ししか出さなくなった。どうやらビンゴに追い立てられることがだいぶ心の重荷になっているようである。雌牛はいつもビンゴの動静を神経質に見守っていた。そして朝になっても小屋の周りをうろうろしているようになった。出かけて行ってもすぐに追い戻されるのではないかと気にしているようだった。このままでは雌牛がダメになってしまう。そこでビンゴに楽しみもほどほどにするようにといろんな手を打ってみたが、さっぱり効き目がなかった。そして結局ビンゴにその役目をきれいにやめさせる以外どうしようもなくなった。その後ビンゴは雌牛を家へ追い返してくることはしなくなったが、雌牛に対する興味は失っていなかった。それは雌牛が乳を絞られる間、牛小屋の入り口のところに体を横たえていることからそうとわかるのだった。夏になると蚊が猛威を振るい始めた。雌牛は蚊を追うのにしょっちゅう尾を振り動かしていたが、ミルクを絞る時にはそれがひどく煩わしかった。ミルク絞りをやっていた兄のフレッドは気の短い気性だったが、同時になかなかの発明家でもあった。そして雌牛が尻尾を振り回さないようにする簡単な方法を編み出した。つまり牛の尻尾にレンガを一つ結びつけたのである。私たちはみんな大丈夫なのかなといぶかったが、兄はいとも上機嫌でいつになく楽しそうに仕事に取り掛かった。やがてワンワンと飛び交う蚊の群れの中から何かを打つような鈍い音とうわーという人間の叫びが起こった。雌牛は静かに口をもぐもぐ動かしている。すると兄のフレッドはにわかに立ち上がって、自分が腰掛けていた乳搾り用の椅子で嫌というほど雌牛を殴りつけた。間抜けなばあさん牛は尻尾についているレンガでフレッドの耳のところへ一発見舞ったのだった。見物人たちはどっと声を上げて笑い、大喜びで騒いだので、兄はすっかり頭に来てしまった。ところがその大騒ぎを聞きつけてビンゴは自分の加勢が必要だと勘違いした。そしてすぐさま反対側からばあさん牛に襲いかかった。仰天した雌牛は跳ね上がり、ミルクはぶちまけられ、椅子も桶も壊れて、犬と牛はともどもにひどくぶたれた。哀れなビンゴには何が何だかさっぱりわからなかった。ビンゴはずっと前にその雌牛をバカにするようにしつけられていたが、今度はすっかり嫌気がさしたらしく、それ以来牛小屋には見切りをつけ、入り口のそばにも行かなくなった。そしてそれ以後はもっぱら馬たちのそばへ行き、馬小屋のあたりにいるようになった。雌牛は私のものだったが、馬は兄のものだった。ビンゴが忠誠を尽くす対象が牛小屋から馬小屋へ移ると、ビンゴは同時に私にも見切りをつけてしまったようだった。そして私とビンゴとの間の日常のつながりも切れてしまったように見えた。
だが何か奇急なことが起こるとビンゴは私を求め、私もまたそういう時にはビンゴを求めた。つまり私たちは両方とも犬と人間との絆はお互いに命がある限り続くものだと感じ合っていたように思われる。ビンゴはその他にもう一度だけ牛追いの役を務めたことがあった。それはその年の秋に催された恒例のカーベリー市の時である。みんなが自分たちの家畜を連れて参加するのだが、その参加意欲をそそる出し物の中に名誉ばかりでなく2ドルの賞金までもらえる犬の競技があった。それは最もよく訓練されたコリー犬に与えられることになっていた。私は悪友にそそのかされて、その競技にビンゴを参加させることにした。いよいよその当日になると、私は朝早く例のばあさん牛を村のすぐ外側の平原に放した。そして競技が始まると、私は目牛を指し示して、連れてこいと命令した。もちろんその命令は審判席のところにいる私のそばへ目牛を連れてこいという意味だった。しかしビンゴや目牛の方がその命令の意味をよく心得ていた。彼らはその年の夏を無駄に過ごしたのではなかった。ビンゴがすごい勢いで駆け出すのを見て目牛もすぐさま駆け出した。しかし駆け出した方角は自分の牛小屋の方だった。無論ビンゴも目牛を追い立てていく先は牛小屋だと思った。だから牛を小屋の方へ追い立て、2頭はみるみる平原を遠ざかっていった。そのありさまはまるで狼が鹿を追うようなものだった。ただ一直線に家までの3キロを飛ばしていき、瞬く間に平原の彼方へ姿を消してしまったのである。とにかくビンゴとメウシはそれっきり審判官の前に姿を見せなかった。そしてショーは他に一組しか出場していなかったコリー犬に与えられたのだった。3、馬たちに対するビンゴの忠誠心はなかなか見上げたものだった。昼間はトコトコ駆ける馬のそばに寄り添って走り、夜は馬屋の入り口のところで眠った。馬たちの行くところへは必ずビンゴが行き、どんなことがあっても馬のそばから離れようとしなかった。こうしてビンゴはすっかり馬の持ち主になったようなつもりでいたのだが、これが後に少し違う面に発展することになった。私は迷信など信じない方で、その時まで何かの前兆などというものは信じたことがなかった。ところがその後ビンゴが示した不思議な態度には深く心を動かされるものを覚えた。その頃 D ・ウィントン農場には私と兄の2人だけしか住んでいなかった。ある朝兄がボギー川へ干し草を摘みに出かけた。そこへ行って帰るには丸一日かかるので、兄は朝早く出発した。ところが不思議なことに、後にも先にもこの時だけ、たった一度ビンゴは馬の後について行こうとしなかったのである。兄はビンゴを呼んだが、ビンゴは少し離れたところに立って、馬や兄の方を斜めに見るだけで、一緒に行こうとはしなかった。そのうちに突然ビンゴは鼻面を高く突き上げると、長く引っ張った悲しそうな吠え声を上げた。馬車が動き出すとビンゴは馬車が見えなくなるまで見送っていたが、途中で100メートル近く後を追っていきながら、その間に何度も暗い不吉な鳴き声を上げた。ビンゴはその日一日中納屋の周りから離れなかった。ビンゴが自分の意思で馬から離れていたのはこの時ただ一度きりだった。しかもビンゴは時々実に薄気味悪い晩夏のような吠え声を上げ続けた。
農場に一人で残っていた私は、ビンゴのその挙動から何か恐ろしいことが起こりそうな不吉な予感を覚えた。そしてその思いは時間が経つにつれてますます重く私の上にのしかかってきた。6時ごろ、ビンゴの遠吠えはますます薄気味悪く耐え難いものになった。私は別にこれといういい手も思い浮かばぬまま、ビンゴにその辺のものを投げつけ、向こうへ行けと怒鳴った。だが激しい恐怖の念は私をしっかり捉えて離さなかった。なぜ私は兄を一人で行かせたのだろう。もう二度と兄の生きた姿を見ることはできないのではなかろうか。朝のビンゴの挙動から私は何か恐ろしいことが起ころうとしているということを感づくべきではなかったのか。そんな思いが次々と私の心に湧き起こった。やがてついに兄が帰る時間になった。そして兄のジョンはちゃんと干し草の上に乗って帰ってきた。私はほっと胸をなで下ろしながら馬の世話を引き受けた。そして気をもんでいたことなど少しも顔に出さないようにして聞いた。どうだった？ああ別に。兄はあっさりそう答えただけだった。だからといって前兆などというものは全然ありはしないなどと言えるだろうか。ところがそれからずっと後になって、私はこのことをある超自然現象に詳しい人に話した。するとその人は真面目な顔をしてこう言った。ビンゴはいつも何かことのあるときはあなたのところへ行ったのですね。そうです。じゃあ笑って済ませられることではありません。その日危険にさらされていたのはあなただったのです。あなたはその危険がどんなものだったかついにお分かりにならなかったでしょうが、ビンゴはとにかくあなたのそばにいてあなたの命を救ったのですよ。4。春になると早速私はビンゴの教育を始めた。だがそれからすぐ後でビンゴの方でも私の教育を始めた。私たちの小屋とカーベリーの村の間には平原が3キロほど広がっていた。そのちょうど真ん中あたりに農場の境界を示す杭が打ってあった。その杭は土を低く盛り上げた上に立っていて、遠くからでもよく見えるようになっていた。まもなく私はビンゴがそこを通るときに必ずその杭を詳しく調べることに気づいた。次に私に分かったことは、その杭には近所の犬がみんな立ち寄るということだった。犬ばかりでなくコヨーテたちも立ち寄ることが分かったのである。そのうちに私は望遠鏡を使っていろいろ観察し、おかげでこの問題をだいぶよく理解することができるようになった。さらにビンゴの私生活もかなり詳しく伺うことができるようになった。その防杭は犬族たちの共通の記録書になっていたのである。彼らは実に鋭敏な鼻を持っているので、そこに残された痕跡と足跡から最近そこにどんな動物が来たかということを直ちに読み取るのだった。雪が降るとさらに多くのことが分かった。その防杭はこの地方全体に散在する信号所の一つに過ぎないということが分かったのである。つまりこの地方一帯に適当な間隔を置いて信号所が点在しているのだ。信号所として使われているのは何か目立つ防杭とか石、野牛の頭骨などで、それぞれ記録を残すのに都合がいいところにあるものだった。しかもよく観察してみると、それらの各々の信号書はニュースを与えたり受け取ったりするために完璧な組織を形成していることが分かってきた。
犬や狼たちはみんな自分が巡回して歩く通りの道の近くにある信号所に立ち寄り、最近そこへ来たのがどんな相手かということを調べるのである。それはちょうど町へ帰ってきた男がすぐにクラブへ立ち寄って登録簿を調べてみるのと同じようなものだった。ビンゴはそういう杭に近づくと、まず杭の周囲の地面をふんふんと嗅ぎ回る。それから首筋の毛を逆立て、目をきらめかせながらうなり声を上げる。それからいかにも軽蔑したように後足で激しく地面をかき飛ばす。そしてついに体を固くして時々後ろを振り返りながらその場を去っていくのだった。これをみんな言葉に訳すとこういうことである。ぐるるる、うーふ、マッカーシーんとこのあの汚らわしい野良犬の野郎だ。うーふ、今夜はあいつに一発食らわしてやるぞ。うーふ、うーふ。それからまたこんなこともあった。一応杭のそばを調べ終わった後で、その辺を行ったり来たりしたコヨーテの足跡に強く興味を惹かれ、一生懸命調べていた。後で分かったことだが、その時ビンゴがブツブツ言っていたのはこういうことだったのである。このコヨーテは北から来たな。死んだ雌牛の匂いをさせているぞ。はは、するとポルワースさんところのブチのばあさん牛がついに死んだんだな。これはちょっと調べてみる価値がありそうだわい。また他の時にはビンゴが尾を振りながら杭のそばを駆け回ったことがあった。その時ビンゴは何度も何度もその杭のところへ戻って印をつけ直した。それはどうやらブランドンから帰ってきたばかりのビンゴの兄のビルコーに自分がそこを通ったことをはっきりさせようとしているためのように思われた。だからある夜ビルがビンゴのところへやってきたのも決して偶然ではなかった。そしてビンゴは遠来の兄貴を連れて近くの丘へ出かけていき、そこで死んだ馬肉の素晴らしいご馳走を振る舞い、再会の祝宴を張ったのだった。またある時にはその信号所で得たニュースにビンゴは突然色めき立ち、すぐに匂いを追って次の信号所へ駆けていったこともあった。そこにはさらに新しいニュースが記されているのだろう。ある時にはビンゴは杭の匂いを調べてどうもわからないというような様子を示すこともあった。そんな時にはまるでこう言っているように思われた。はてな、こりゃ一体誰だ。あるいはどうもこいつは去年の夏ポーテッジで会ったやつみたいだな。ある朝その防杭に近づくとビンゴの体中の毛が逆立ったことがあった。尾は下がり体がブルブル震え出した。急に胃の具合が悪くなった証拠で明らかに恐怖の症状だった。ビンゴはそれ以上匂いを追おうとはせず、またもっとよくその匂いを吟味してみようともしなかった。そればかりかすぐに家へ引き返してしまった。家へ帰って30分してもビンゴはまだ首筋の毛を立てたままで、嫌悪とも恐怖ともつかぬ表情を崩さなかった。私はそれほどまでにビンゴが嫌がる足跡を調べてみた。それは森林狼の足跡で、そのことからビンゴが半ば恐怖に取られたような喉の奥から出すぐるるるるといううなりが何を意味するかということを知ったのである。これらはいずれもビンゴが私に教えてくれたことだった。そしてそれからはビンゴが馬屋の入り口のそばの冷たい寝床から身を起こしたり、ぐっと伸びをして毛深い体から雪を払い落として暗がりの中へ消えていくと私はいつも思うのだった。母、ビンゴのやつめ、
お前がどこへ行くのかちゃんと知っているぞ。お前がなんで小屋に入っていようとしないのかも分かってるんだ。なぜお前が毎晩あちこち見回りに行く時間がそうはっきり決まっているのかも分かっている。お前が何を求めてどこへ行こうとしているのか、そしてそれをいつどこで探せばいいのかということもわしにはちゃんと分かっているんだ。